川原神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者、内宮の拙者27社のうち、第20位である。大和姫命の定めた神社であり、祭神は、宮川の守護神とされる。宮川の東岸、三重県伊勢市佐八丁技潜水百559に鎮座する。鎮座地の地名、助八は、沢地の意味で、宮川の沢があったことを示す。また助八から、 内宮へ稲を、ともしんしたとする記録もある。社名は、広大神宮儀式町に、河原の神社とあるほかは、河原神社、または、河原社とあり、地域住民からは、潜水、小田子、矢倉と呼ばれていたとする記録がある。社地の面積は3219平方メートル。境内は、木漏れ日が降り注ぎ、鳥の声や川のせぜらぎの聞こえる静寂な空間が、形成されている。 ヒノキ、クスノキ、カシ、タブノキ、タラヨなどの樹木が生い茂る。祭神は、つくよみそんみたま。神宮125社のつくよみぐう、つくよみぐうでも祀られている神である。一般には、月の神とされるが、月と水は関係が深いとされ、川原神社の祭神としてのつくよみそんみたまは、川の神とされる。祭神が川原神社とつくよみぐうで共通するだけでなく、 両者の鎮座する助八丁と中村町はどちらも荒木出しを通じて深いつながりがあったという説がある。伝承では山和姫命がここで大枠子命に出迎えられ、船で宮川を下ったという。創建については、伊勢神宮の拙者の定義より、演技式神明町成立、すなわち延長5年以前に創建された。大神宮式によれば、 偶人の修理に預かる神社の一社とされ、記念祭や神鍋祭りには平白を分与されたが、戦国時代に祭祀が断絶し、社地は荒廃した。またそれまで任命されていたハフリベも途絶えた。漢文三年、壁成長がスケハチへ再興した。9月9日に社殿が建てられ、12月12日に新選が行われた。また、 この時にハフリベを務めていた旧家を探し求めて、ハフリベに採用した。再興時には、地域での伝承や地名を参考としたが、現在の伊勢市内の竹ヶ花町にある竹花神社や、船港の川原園神社が、旧社地であったのではないかとする説もある。元禄7年3月29日に新選が行われて、以降、社地の移動はない。社は年月に、 建て替えが行われた。以降も1960年5月に作り変えられ、1983年9月に修繕がなされた。記念祭、月次祭、神奈目祭り、新奈目祭りと臨時祭の折には、神職が、社禅に御、五仙、平白を建て祭り、祭壇祭などは、内空の五城殿で、養子を行う。三重県道22号伊勢南東線から少し入った森に鎮座する。 ありがとうございます。